除コンソールがありますよ。光の数は5つか。よし、今持ってるオーブで起動できるな。シノン、どうかしたのか？いえ、ちょっとこの砂漠の空が気になって。空？月が出てるけど薄暗いし、星も少ないのよ。星、確かにそうだったかもな。ずいぶんとのんきね。星明かりが少ないと妖精は飛べないのよ。あ、まあでも今は飛べてるし。この砂漠フィールドの侵食は月光ステージによるもの。実際はもっと高光と月が輝いている。なるほど、あえて抑えられている可能性もあるか。この空の様子が攻略に関係しているかもしれないってことか。予測の域を出ないけどね。コンソールを解除したら何か変化あるかもしれないな。キリトさん、試してみましょう。イエス、外から聞こえた。フィールドの様子を確かめましょう。見て、月の輝きが増してるよ。ああ、星もたくさん出てるな。随分とフィールドが明るくなった。あとはっきりとは見えないんですが、かなり上の方に小さい浮島があるみたいです。ケイ、上を目指す。浮島に神殿のような建物が見えるね。そうなの。逆に他に目立つオブジェクトがあまりないの。近くまで行ってみるのです。またなの。そう遠くない距離から聞こえるのです。皆さん気をつけるのです。よし、みんな行くよ。ほら、これには入れるかな。よっ、勝つのはいいかな。まずい。行くぞ。これだ。
なかなか手強い相手だったな。ねえキルト君見て、神殿の入り口に異界ゲートが出現してるよ。本当だ、今戦った狼のやつは神殿の門番ってところか。行こう、ゲートの先に何かがあるはずだ。こいつは随分と不気味な世界じゃねえか。ここは煉獄ステージの変遷ですね。この変遷は僕にとって忘れることのできない景観。ハルとチーちゃんを裏切ってしまった忘れることのできない思い出と共にあります。おめえたちも喧嘩をしたんだな。そういうクラインさんも。いや、俺は喧嘩っつうほどじゃねえけど、キリトとは出会ってすぐ別行動をとって、それからしばらくは全く会わなかったんだ。まあ、なんつうの、一言で言えば攻略における考え方の相違ってやつかね。そうなんですね。僕たちの方はそんな高尚な感じじゃなくて、単
単純に僕が悪かっただけなんですけど、クラインさんとキリトさんにもそんなことがあったんですね。それだけで少し許された気がしました。ダチっつうのはよ、喧嘩しねえことなんてねえのさ。むしろするのが当然。何度もぶつかり合って、それで互いの距離が縮まる。だからそれを恐れてちゃいけねえよ。ありがとうございます。僕はこれまで2回過ちを犯し、それで2回ハルと戦って、そして救われました。だから3度目の戦いはただ純粋に競い合えるようなものにしようって2人で約束してるんです。いいじゃねえかそれ。本気で戦い合えるこの仮想世界ならではの約束って感じだな。はい。タク、クラインさんと何話してるんだ？ああ、ハル。いや、なんでもないんだ。なんだよ、教えろよ。ハル君たち、少し静かにするの。緊張感が足りないの。ああ、そうですよね。すみません。私はいつでもオッケーよ。ネガネビュラスの皆さん、そちらの妖精の皆さんは初めましてということになるかな。私は加速研究会は副会長ブラックバイス。以後お見知りおきを。白の王、いや、貴様らの会長殿はどうした？おやおや、私では不服かな。黒の王、もはや否定もしないのだな。二つの勢力が一枚岩であったことを。私たちもバカじゃない。これが本来の世界ではないことも、我々が虚構の存在だということも理解しているよ。それが分かっていてなお私たちの前に立ちふさがるというのか。無益な戦いはごめん被りたいが、それではこの世界で存在する意味がなくなってしまう。なるほどな。ではこちらは貴様を倒して白の王を引きずり出すことにしよう。やれやれ、恐ろしい方だ。暇つぶし程度のあるか。不愉快だな。すぐにでも潰してやるぞ。悪いが、そう簡単にやられるわけにはいかないんだ。さあ、はっ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 、行くぞー。やだ、まっまた来る。まっなかなかどうしてやるじゃない。消えた。影の中に逃げたんだ。一体どこに。はい、
方ないですね。よっ、覚悟はいいかな。これは良くないね。また消えた。奴ら最大の特徴は逃げ足だ。地面の影に潜伏して自在に移動することができる。覚悟はいいかな。よいしょ。少し本気を出してみることにするかな。屋上で待っているよ。もうあちこちと。でもだいぶ追い詰められてるはずですよ。よっ
したようだね。さあ、白の王のもとへ案内してもらおう。会長は君たちに会う気になったようだよ。フィールドに出てみるといい。では、私はこれで。先輩！コスモス、この世界に生きていることは理解していた。相まみえることも覚悟していた。しかし、いざ前に立たれると
どうしようもなく気持ちが乱れるな。あれが白の王か。ああ。先輩。大丈夫だ、春雪くん。だが、もしも私に何かあった時は、支えてくれるか。はい、もちろんです。嫌だわ、カラスさんだけに頼らないで。私たち全員であなたを支えるんだから。ああ、そうだ。みんな、感謝する。さあ、行くぞ。また一つ成長したように見えますね。その力がどれほどのものか、私が見極めてあげましょうか。そんな風に上からの物言いをされる覚えはない。ただ私は問うている。私たちと戦う気があるのかと。ロータス、たとえこの身が仮初めのものであろうとも、あなたが私の前に立つ以上、私はあなたを止めなければならない。それはもはや変えられないのよ。いいだろう。どちらにしろ決着はつけねばならない。これは前哨戦といったところか。では戦いましょう。モンスターを召喚した。キックぞ。もっといくよ。よいしょ。もっといくよ。さあ、応援歌いきますよ。シルバークローン、あなたも強くなったのね。コピーだとしても、あなたにも記憶があるのなら、あなたがブレインバーストで何を企てているのか教えてくれ。まだですよ。またモンスター。バックのは嫌かな。ほらキックぞ。止めどってやるわね。この世界にまた一つ強くなったんじゃないかしら。そうだな。いずれは本物の白の王の喉元を切り裂いてやる。やっ、キックぞ。やっ、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 これだ。偽りの王たちに目覚めなさい。ちょっと、私たちは倒してきた7号たちじゃない。コスモスの能力、反語、彼女に失われたデータをサルベージして刺激することができます。何それ、ちょっと反則的な能力じゃない。これで大丈夫だね。おかげで助かったよ。さあ、行きますね。キックボーン。さあ、行きますね。これと、さあ、行きますね。消し積みにしてあげる。キックボーン。
先輩倒しました。白の王と加速研究会を。ええ、そうね。サッチ、やったなの。これは決戦に向けてのいい肩慣らしになったのです。それにしては随分と骨が折れましたが。たっくんたら、おじさんっぽいよ。みんなのおかげだ。ありがとう。ただ、この手に残る虚しさは何なのだろうな。勝利の余韻に浸っているところ悪い。黒い木、さっき白の王はこの世界の果てで何を見るのかとか言ってなかったか。ああ、言っていた。どんな黄昏を見るのかと。どういうことだ。あいつらはバベルの命令に従いつつもその目的にも気づいたということか。もしくは語らずとも察したのかもしれん。そうだな。それくらい奴らは頭が切れるってことだろうぜ。ゴーストなのにそこまで思考が回るなんて大したものだな。あ、キリトさん、今回は。はあ、無事に手に入れたぞ。殉職のオーブの一つ、オシラトリユニバースだ。やりましたね。さあ、しもべたち、もたもたしてる暇はありませんよ。すでに新たな扉は開かれました。妖精たちが望む場所へとたどり着けるはずです。私たちの望む場所。キリト君、新たな祭壇が出現してるよ。これってもしかして。ああ、アスナ。今あるオーブはプロミネンス、クリプトコズミックサーカス、オーロラオーバル、レオニーズ、グレートウォール、オシラトリユニバース、全部で6つ。コンソールに浮遊するオーブの数も6つ。解除できるね。ん？でもよ、7王のオーブなんだろ。1つ足りなくねえか。その最後の1つが黒の王だぜ、ミスター・クライン。サッチンの偽物もこの世界のどこかにいるということなのです。いずれぶつかることになるか。だがここのコンソールに至ってはその存在は関係ないはずだ。キリト、コンソールを解除しよう。ああ、そうだな。これでやっとあの場所へ行ける。この先でユイが待ってる。うん、そうだよキリト君。塔にユイが封じられ、俺たちはなすすべもなくあの場を後にした。そして仲間たちを集め、数々の戦いを乗り越えてようやくここまでたどり着いたんだ。うん、バーストリンカーのみんなには本当に助けられたよね。でもキリトさん、アスナさん、まだ戦いは終わってませんよ。ああ、俺たちが力を合わせればきっとあの巨大モンスターに対抗できる。もちろんだ。さあ、早くユイを助け出してやろう。よし、みんな行くぞ。ああ、彼らが仮想世界からいなくなって数十、数百年の後、彼らの作り上げた仮想世界の一つの光、真意を応用した一つの実験が行われました。それは、
仮想世界に感情の力による事象の上書きを引き起こすのではなく、リアルの感情を仮想世界にリムーブさせることだったのです。量子演算によるソウルの存在を確認した世界において、その実験は決して非科学的なものではありませんでした。しかし、それは仮想世界の悲劇の扉を再び開けてしまうこととなるのです。ようやくここにたどり着いた。ゆいちゃん、もうすぐ助けに行くからね。大きな塔が見えるね。確かに前までスバルトエリアの荒野にはなかったよね、あんな巨大オブジェクト。それに随分景観も変わってるのね。ちょっと不気味だわ。こんなところにずっとゆいちゃんを閉じ込めておくわけにはいかないよ。ああ、行くぞみんな、ここからが本番だ。話す者たち、バベルの命により貴様たちを撃つ。出たな、ロータスのゴースト。でもなんだか様子がおかしくない？ああ、残念ながら自我というものがなくなっているようだな。バベルにコントロールされているということか。そっちの方がありがたいわ。本物の黒雪姫のように振る舞われると正直戦いにくいから。多分最初は違ったんだと思います。春雪先輩ならたとえゴーストであっても絶対にバベルの命令に従ったりしない。僕たちと戦おうとはしない。だからバベルはゴーストの AI をいじって強制的に言うことを聞くようにルール付けしたんだ。僕にはそれがわかるんです。だって先輩がそんな非道な行為に手を貸すはずがないから。春雪くん、しもべの想像は正しいようです。あの者は精神を相当改変されている形跡があります。ひどいこと。貴様たちの死、それが我が使命。残念ながらそれを認めるわけにはいかないな。お前には引導をくれてやる。さあかかってこい。死ねえ死ねえ。先輩の姿で戦うのはやりづらいな。そんなものかしら。
りつきだ。だからお前の姿を見るとき虫が走る。ならば消えるがいい、愚かなる黒の王よ。はっ、どうした、動きが悪いな。そんなものか、黒の王の力は。そんなものか。どうやら勝負はつきそうだな、もう一人の私。名前はバベルの子の。これでやっと楽になれる。終わったな。正直後味の悪い戦いでした。そうね、もう二度とごめんだわ。僕絶対にバベルを許しません。ゴーストとはいえ実在の人間たちの気持ちをもてあそぶなんて許しちゃいけないんだ。ああ、そうだぜ。って言いてえとこだけどな、春雪。お前、あたしのゴースト倒すときと黒雪のゴースト倒すときでテンション違いすぎだろ。だってニコのゴーストは遠慮なく僕たちにぶっ放してきたじゃないか。先輩のゴーストは全然感情がなくてまるで機械人形みたいで痛々しかったんだ。春雪くん、うるせえ、この手のひら返し野郎。ニコは手のひら返しされたから怒ってるんじゃない、嫉妬してるだけ。なわけあるか。オーブを手に入れたぞ。ネガネビラス、これで7つ目か。七王とはみんな戦ったから、きっとこれで最後のオーブだね。やったね。みんな気を抜くのはまだ早いぞ。そうね、この後にあの巨大モンスターが控えてるんだから。ああ、今度は絶対に倒してみせる。来てくれよな。あんた物好きだね。オメガ高い。
お目が高い。お目が大道。あと今後ともどうぞごひいきに。